これが何か分かるか。いや、最初は純白だった。ウェディング用のケープだ。今では俺が倒した男たちの帰り地ですっかり汚れてしまった。これは妹のアイリが結婚式につけるはずだったもの。こんなご時世だ、いい女ほど高く売れる。俺の留守に村を襲った奴は両親を殺し、天津さえ幸せをやっとつかもうとしたアイリーを連れ去ったのだ。俺はその男の顔を知らぬ。ただ父が息絶える前に北斗神拳を使う、胸に七つの傷のある男とだけ言い残した。答えろ、ケンシロウ。貴様がアイリをさらったのか。知らん。俺ではない。お前はそう言うだ。だがな。その胸にある七つの傷、その傷がある男を俺はずっと探していた。そして貴様は北斗神拳の使い手、もはや言い逃れはできんぞ。どうやら何を言っても無駄なようだな。いいだろう、かかってこい。だが奥義を尽くさねばこの俺は倒せんぞ。倒さねばならん。だ